エリコン FF20mm 機関砲。エリコン FF20mm 機関砲。エリコン FF20mm 機関砲は、スイスのエリコン社が開発した、航空機関砲、または、同系列の機関砲。第二次世界大戦前から改良型が各国で、ライセンス生産され、一部は現代でも使用が継続されている、ベストセラー兵器である。 エリコン FF の原型となったのは、第一次世界大戦中に、ドイツで開発された、ベッカー 20mm 機関砲である。これは、20X70mmRB 弾を使用し、ガス圧作動で API ブローバックという発射機構を採取しており、薬室への弾薬の装填中に装薬を発火させ、スプリングによりボルトの前進するエネルギーで反動を、ある程度相殺できるため、 本体を軽量化できるという利点を持っていた。特許を取得してこの機構を受け継いだスイスのエディコン社では同じ口径 20mm だがより強力な砲弾を用いる FF フラジェルフィストイコールよくない固定式系の機関砲を開発し1935年から生産を開始した。これにはサイズや使用弾薬により 20X72mmRB 弾を用いる、最軽量の FF20X101mmRB 弾を用いる、FFL20X110mmRB 弾を用いる、大型の FFS の3種類があった。API ブローバック方式のため、プロペラ同調式機関砲として、戦闘機の機種には搭載できず、よくない装備用として開発された。バリエーションとして、 FFS をモーター化の運用とした FFS-MK があるが、シリンダーからの振動が原因で、作動不良を起こすことが多い。また、FFS は、地上の方がや車両、艦艇に搭載される、対空機関砲型としても使用され、エリコン SS と呼ばれる。なお、API ブローバック方式は、球弾力が弱く、気候による、牽引力を必要とする。 ベルト球団化は不可能と言われていた。しかし、大日本帝国海軍は改良に成功し、相談数を当初の60発から125から250発増大させている99式 20mm 機銃2号4型以降。フランスでは、イスパノ水座車が FFS を改良して、モーターカノンとした HS7 及び HS9 を開発し、 ドボアチン D501 及び D510 戦闘機、モラール・ソルニエ MS406 戦闘機などに搭載された。また、これらの機関砲をさらに発展させた HS404 を開発し、各国で使用された。ドイツでは、メッサー・シミット BF109 戦闘機をモーターカノンとして FFS の導入を検討したが、大型すぎて搭載できなかったため、 FF をもとに弾薬を 20X80mmRB に変更、改良を加えたイカリア MGFF として、ライセンス生産、これを航空機関砲として、第二次世界大戦前半に多用、途中から火薬量の多い薄柄弾頭が発射できる MGFF-M が登場した。しかし、ドラム球弾式で搭載弾薬が少なく、FFL や、 FFS に比べ弱装薬で、方向初速や弾道特性、威力で劣り、後に MG151 機関砲に更新された。フォッケウルフ FW190 戦闘機では一時期、翼の外側、プロペラ圏外に MGFFM を、内側、プロペラ圏内に MG151 を搭載している。これは、MGFFM では、プロペラ同調ができず、また、 軽量であることから外側に搭載した場合の機体の運動性低下が抑えられるためである。第二本帝国陸軍ではの改良系を試作したが、精度、機能ともに不十分であったため不採用に終わった。これに代わり、同時期に輸入されていたにそのまま回収を施したものを94式旋回機関砲とて採用し、92式重爆撃機に搭載した。 大日本帝国海軍では、まず FF を採用し、99式 20mm1 号機銃として、ライセンス生産を開始した。また、爆撃機用として、これを改造した、旋回機関砲型を新規に開発した。99式 20mm1 号機銃には、MGFF 同様の問題点があったため、後に、FFL をベースにした99式 20mm2 号機銃を、 採用した。なお、これらの基準は、断層式から、ベルト球団式に変更されるなど、日本独自の改良が加えられていった。アメリカは、航空機用 20mm 機関砲として、主にイスパの軽機関砲を搭載していたが、陸、海軍の対空機関砲として、エリコン SS を用いることも多かった。一定一名で片付けして操作できる棒立て付き砲がに、搭載され、 部品点数を減らすなど改良を加えた SS は、海軍では MK-4 と命名され、魚雷艇から戦艦、正規空母までのあらゆる艦艇に搭載され、大戦末期には特攻機対策として多数が増設されている。MK-4 は生産終了後も艦載用として使われ、続けたが次第に部品が入手難となり、1960年代に、 河川パトロール用ボートなどへの武装として航空機用イスパの計 20mm 砲を転用した MK-16 にとって変わられた。フランスやイタリアイギリスでも艦艇の対空用として同じように搭載されている。イギリス海軍ではずっと新型のエリコン 30mmGCM-AO3 が搭載された後も SS が 練習艦などにそのまま搭載されていたのが確認できる。イギリス陸軍ではエリコン SS を用いたほか、これを元にした新型 20mm 機関砲を開発していた。これはポーランド人技術者たちが試作したもので、職人的な切削加工を用いた部品が多いため、こが高かった1文あたり300ポンドエリコンをプレス製のパーツを多用することで低コスト化、 一問あたり六十ポンドしたものであった。ポーランドと製造メーカーのステンを合わせ、ポルストン、ポールステンと名付けられた。この機関砲は、六十発入りドラム断層の他に、簡易な箱型断層に変更できるなどの改良を加えているが、外見は、オリジナルのエリコンとよく似ており、砲画も同じものが用いられた。また、軽量砲画に乗せられ、空挺部隊の装備にもなっている。 このほか、エリコン SS が、スカイレーカー対空戦車に、続いて、ポールステンが、戦闘対空戦車や、センチュリオン MKI 戦車の最初の重量、主砲同軸だが、ポールマウント式砲がで独立して稼働できるに、搭載されている。ほか、エリコン SS はソ連併合以前のバルト三国や、ドイツ併合前のチェコスロバキアポーランドでも、対空用として配備されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。